アロックから出ます。了解。エアロックの外にフューリー輸送機が止めてある。それに乗ればすぐに異常事象の近くまで行けるわ。出発前に診断検査をしなきゃダメよ。了解。RCS スラスター調整テスト飛行の間、手すりにつかまってください。 RCS スラスターテスト、はい、3、2、1。RCS スラスターチェック完了。第一スラスター調整に移ります。注意事項、手すりにつかまってください。第一スラスター点火、はい、3、2、1。フューリー輸送機調整完了。リブ、輸送機の準備ができました。オッケー。座標はすでにナブコンにアップロードしたわ。ホロマップ上で印のついた場所を押せば出発よ。ブリッジから見てるわ。気をつけて。目的地選択。異常事象までの距離、4800メートル。了解。映像で確認できる。3500メートル、2000メートル。そのまま進んで、頑張って。見てよあれ、言葉もないわ。輸送機をコントロールすることができません。異常事象に接近。リモートリンク故障、輸送機を再起動できない。放射線のダメージを受けてます。中止よジャック、そこから出て。輸送機は捨てなさい。ほら、輸送機から脱出。急いでジャック、放射線から離れて。お待ちを。ジャック、輸送機がスコープから消えてしまったわ。完全に信号を拾えなくなった。消えたわ。異常事象が周囲のデブリを中心に取り込んでいました。あの物体に何かしらの特異点があるってこと？私の観察に基づくとその通りです。あのフューリー輸送機にはもう二度とお目にかかれないかと。そうね、異常事象の近距離スキャンは諦めましょう。放射線と距離が取れました。大丈夫？機能はしてます。ですがシェルの状態が完璧とは言えません。そんな時はアームコンピューターを使って再起動よ。ステーションに戻る最短の方法だし、新しいシェルに移行できる。再起動開始。あの障害は電磁パルスが引き起こしてるんだと思うわ。異常事象を近くでスキャンはできないけど、地質調査センサーを再設定すればなんとかなるかも。というと？地質調査センサーで磁場の変動を読み取れれば、異常事象の中を見ることができるでしょ。ただ一つ、いえ、いくつか問題が。どんな？施設の至る所が破損してる。計画を成功させるにはコンテナフィールド、第一発掘地、処理ラインの問題をいくつか解決しなくちゃ。詳細を送ってください。了解。目的地に到着したら教えて。目的地選択。目的地、一次採掘場、スラスター点火準備。少しお待ちください。第一発掘地に接近。エリアが暗くなってるから
センサースウィープのデータバッファを促進するには、そこの通信アレイが必要よ。現在システムはオフライン、非常用照明のみです。くそ、何か問題が起こったようね。私が原因を探ります。ごめんね、今日は仕事を頼みすぎよね。私もできるだけ手伝うから早くやりましょう。何か見つけたら教えてね。警告、危険なレベルの放射能を検知しました。思った通り。放射線吸収フィールドをオンラインにしてみます。いいわね。非常用の電源供給も確認して。バッテリー切れかも。レイバーユニットを発見。応答しません。くそ、スキャンしてみて。何が起こったか分かるかも。これらのレイバーユニットは放射線により甚大な損傷を受けています。放射線警報を鳴らしたり避難したりもせずに突然だったのね。発電機のコアもスキャンしてみて。問題の元凶かも。このバッテリーソケットで吸収フィールドに非常用電力を供給できるはずです。シールド 95%。 バッテリーは完全に切れています。やっぱりそうか。フューリー輸送機にスペアがあるから取り替えてね。充電完了。吸収フィールドを起動します。放射線吸収フィールドを再起動すれば安全に発掘地を調査できます。ガイガー測定値正常。よくやったわ。時間が稼げる。吸収フィールドがまたダウンしたら輸送機で再充電して。核融合発電機なら十分な電力を供給できます。この放射能レベル、その発電機のコアが破損してる。開けられそうなメンテナンスパネルを見つけて。メンテナンスハッチの開放機構が機能していません。切り開けてみて。私が新しいものを溶接してあげるから。パネルを外しました。どんな様子？反応炉は無傷ですが燃料棒が少し溶けてます。もう、じゃあ破棄しないと。でも先にスキャンすべきね。データが役立つかも。深刻な熱損傷を検知しました。燃料供給ゼロ。ゼロ？ヘリウムフュージョン棒は100年は持つのよ。爆発もせずにこんな短期間で全部消費したっていうの？破棄した方がいいわ。安全装置を取り外しました。燃料棒が放棄されました。発電機システムオフライン。先ほどのコアが唯一の放射線源だったようです。よくやったわ。あとは発電機に新しい燃料棒を挿してもう一度ロックをかけて。コア密閉容器の中にスペアが入ってる。新しいコアを入手しました。新しい燃料認証完了。安全装置をはめてください。制御棒装着完了。核融合反応開始。手動で再起動を行ってください。
第一発掘地への接続が復旧しました。素晴らしい。アンテナ周辺を警備してもらおうと思って古い霊媒ユニットを取り出しておいた。行く前に組み立ててね。一緒にフューリー輸送機も到着するはずよ。あなたがスキャンしたデータ、とても変。ここまでの侵食、瞬間的にこんなに起こるもの？データが破損したのでは？そうかも。でもそれだけが原因じゃない。あの異常事象はただの大量の放射線じゃなくて、もっと何かある。絶対そうよ。第一任務に取り掛かります。データフロー管理を任せればスキャンを準備してセンサー操作に集中できる。手出しは無用ですか？大丈夫。何でも一人でこなそうとしちゃダメよ。いい船長は人をうまく使うの。なるほど。聞こえたわよ。 OK、 順調よ。次は処理ラインとコンテナフィールドで何が起こったか調べなきゃ。何か分かったら教えて。あ、ジャック、時間があれば第一発掘地でレイバーユニットを探して。近くから信号が。助けが大いに越したことはないわ。目的地選択。目的地クロノス2スラスター点火準備。少しお待ちください。燃料棒は全く機能してなかった。燃え尽きるまであと100年使えたはずなのに。何かすごくおかしなことが起こってる。処理ラインに到着します。センサースイープには多くのエネルギーが必要だけど、電磁パルスがプラズマ旋盤のフロー制御を狂わせた。そのせいで燃えて予備電力が減っていく。誰かが緊急リセット装置を作動させなければなりません。まあやるわよ、あなたがよければ。それはプロトコルに違反します。そう言うと思ったわ。通信チャンネルを切らないで。できるだけサポートするから。電磁パルスのせいで電子機器が故障してる。電力変圧器を再起動させれば診断検査ができるかも。ドアは閉まってますが、レイバーユニットが何体かあります。でも通信には反応しないわ。上の変圧器をリセットしてくれればユニットにラインを開けさせられるかも。この変圧器は旧モデルです。早急にアップグレードすべきでしょう。だからすぐに故障するのね。グリッド安定。コントロールハブが無事オンラインになったわ。下で待機してるレイバーユニットとも連絡が取れるようになった。ドアを開けてくれるわ。エコーユニットを確認。通用口を開きます。私ならラインの反対側にたどり着けます。あの灼熱のプラズマを超えてってこと？そうです。これは私にぴったりの任務です。聞こえる？また電磁パルス。状況は？問題ないけど、今ので燃料制御装置が狂ってしまった。
気をつけてね。漂流物だらけね。コンベアシステムに詰まったものがないか確認しないと、再起動する際の障害になる。氷用パレットを調査。完全に溶けてます。メンテナンスユニットは切断システムが作動中には中に入れないはず。何かがすごくおかしいわね。デブリだらけ。コンベアから詰まったものを取り出して進んでね。ナビゲーションプロトコルに異常があります。ええ、そうね。レイバーユニットは自らこんな過酷な環境に突っ込んでいかない。ゴミの中に稼働中のハードドライブはありそう？ユニットの頭部を調べなければまだ何とも。見つけたらスキャンして、何か役に立つかも。パレットクリア。しぶといわね。シールド 30%。 ステーションに接近。スイッチで緊急再起動を開始できる。直接接続が完了。データストリームと同期します。ナビデータ消去。クロノスアップリンク消失。前回のコマンドを実行中。衝突を検出。ダメージ報告。無効。死の歩行不能。上司の歩行不能。コマンドフィードバックが多すぎます。致命故障。全システムをシャットダウン中。ああ、今のは恐ろしかったわね。リセットしています。ああ、出力が通常のパラメーターに戻ったわ。これでエネルギーが確保できた。よく頑張ったわ。見てるだけで心臓が止まるかと思った。あと少しよ。次はコンテナフィールドを調べなきゃ。着いたら報告して。膨大な不要データが残っていて、どこか規則性がある。いくつもの発掘地を同時に処理しようとしていたようにさえ見える。そんなことがあれば、緊急停止が起こります。フィールドに接近中。潜在的な放射線反応を検知してるわ。何かにより貨物が汚染されています。妨害のせいで異常事象の正しい情報を得るのは無理ね。放射線源を見つけて廃棄しないと。スキャナーで原因がわかるはず。私の予想だと80から90デシぐらいってとこじゃない？何かあったらフューリーモジュールの電磁誘導パネルを使ってシールドを充電できる。放射線吸収量急上昇中。活発な重水素イオンを検知。重水素？水素同位体じゃない。なんでそんなものがヘリウム3のコンテナに？わかりません。余分な水素は全て処分されるはずです。まったく。とにかく汚染の対処よ。輸送機を送る。放射線を浴びたコンテナを除去しましょう。待って、何かおかしい。何です？もうラックの上段にあるコンテナからフューリー輸送機を切り離せない。輸送機の連結装置をマニュアルオーバーライドに。すぐに向かいます。輸送機に接近中。気をつけて。連結装置を切り離したらすぐにオートパイロットに切り替わる。すぐに逃げるか何かをつかみなさい。
まずはこの連結装置を解除します。連結装置解除。オートパイロットに切り替わった。今のところ順調ね。コンテナーが破損しました。汚染が広まっています。計画は大幅に失敗ね。よし、いい考えが。コンテナーのマグロックを解除して輸送機に勝手に運ばせる。このコントロールがちゃんと反応してくれれば。今のなしね。電源切ってうまくいくかも。それは賢明な判断でしょうか。賢い？そんなわけない。とにかくやってみないとわからない。これらのマグロックを切断しましょう。理論上はそれでいいはず。この行為はプロトコルに違反しています。違反するか、貨物全部が汚染されるかよ。行き当たりばったりなこともある。電源ダウンしました。焦らないで。ちょっと、今何が起こったの？急激な減圧です。ガスが漏れ出し、コンテナーが吹き飛びました。そう、計画通りとは言えないけど。でもまあ、今ので放射能の問題は解決したわね。よくやった。これで妨害されずに異常事象をセンサーでスキャンできる。ジャック、全ての準備が整ったわ。わかりました。輸送機で旧採掘場に向かって。移動中に説明するわ。待って、あのフューリー輸送機何かおかしい。一体どこがおかしいのですか？ちょっとわからない。動きが不規則で、飛行経路からも外れてる。飛行ダイナミクスの問題かも。多分ナブコもリセットすればいい。チャンスがあればそっちも見てくれる？了解。それから目的地コンテナフィールドのインベントリー管理システムを再同期する必要もあるかもしれないわね。目的地旧採掘場スラスター点火準備。少しお待ちください。優先順位は2番目だと思って。旧採掘場に向かいます。了解。到着したらセンサーアレイを異常事象に向けて。急いで応答装置を準備する。ステーションで待機していると約束したのでは？ごめんね、ジャック。電力を得るには旋盤システムへの直通ラインが必要なの。プラズマ旋盤は誤作動を起こしており非常に危険です。大丈夫。安全装置の二重チェック、使用経電機のシャットダウン、プロトコルを忠実に守ってるわ。ほとんど。説得力がありませんね。旧採掘場に到着。そちらは？着いたわ。早速復旧させて。私が電源を管理する。了解。発電機の始動に向かいます。了解。始める前に他にやり残したことがないか確認してね。スキャンが終わるまで待機して。採掘場発電機オンライン。コア資料を処理しています。全システム異常なし。発電機で一度に動かせるシステムは限られます。ジャンクションを見てセンサーアレイへの電力を確認します。このジャンクションで電流を調整できるはずだ。回路切り替え完了。エネルギーの数値は？今のところ順調。センサーをオンラインにしてきて。センサー始動。 OK。 クリアな信号を受信できるように反射板を動かしてあれに向けて。ジャック、成功よ。信号強度が上がったわ。異常事象の中心点を捉えました。完璧。じゃあすぐにデータを処理するからね。何？ジャック、どうしたの？センサーとの通信が途絶えた。異常事象によりヒューズが飛びました。センサーはガードして設置したのに。ヒューズボックスには切り取ってアクセスしないと。
それはプロトコル違反では。まあ実地マニュアルはガイドラインだって思った方が仕事ははかどるのよ。規則じゃなくてね。フィラメントも切れてます。交換しましょう。予備のヒューズならその辺に大量にあるはず。探して。電力レベル安定。よし、センサーをオンラインに戻してスキャン完了よ。センサーオンライン。接続確率、アレイアンテナを元に戻すわよ。信号を同期、内部地平面をスキャンします。アンテナアレイの方向を変えました。リブ、聞こえますか？うまくいったみたいよ。オシロスコープが妙なものを拾って。音声はなんとか直ったかな？聞こえる？これは何だろう？リブ、オリビア、ジャック、助けて。ピューリー輸送機ですぐ戻ってきて。目的地選択。船長、報告を。自動解放プロトコルが作動しない。それでトロリーとレールに挟まれてしまったの。外し方はわかる？いいえ、カバーに挟まってます。アクセスカバー、ボルトを切れば内側を見られるはず。早くパネルを。異常事態、接近してきます。ジャック、パルスでカッターが止まりました。再起動。見て、何なの、形を変えてる。何だってのよ。ジャック、あなたにも見えてる。カッターが復旧しました。キリフ、やるじゃない。どうする？ここは最悪。リブ、聞こえますか？無事ですか？ヘラ、船長の居場所は？どうしたんだ？接近警報、接近警報、接近警報。ヘラ、おはようございます、エコーワン。ついに復旧したのですね。ヘラ、何が起きた？リブは？ステーションはデブリにより構造的損傷を被りました。ローズ船長の出発も間もなく、私は強制コールドスリープに。出発？どこへ？目的地は指定されませんでした。
司令部、応答願います。こちらオリビア・ローズ船長。クロノス2壊滅、繰り返す。同ステーションは停止した。侵入してきた未知の船舶が引き起こしたデブリの嵐に衝突した。ダメージは計り知れない。正直私が生きているのは奇跡だ。ジャックが私を助け出してくれたおかげよ。でもジャックは動かない。彼は死んだ。ここにはいられない。主電力も大気も失った。放射線レベルもどんどん上がってる。あの未知の船舶に乗り込むしか手はない。一か八かだけど、乗船して助かる見込みがあるならやるしかない。タイタン司令部、もし誰かこれを受信してるなら私を救助して。ヘラ、まだ動くフューリー輸送機は？あります。一番近い機体をステーションへ。リブを見つけ出す。アクティベーションベイのドアを開けろ。エコーワン、この警告は私の義務です。ステーションからの離脱はアトラスプロトコル違反です。船長の安全が最優先事項だ。はい、もちろん。その船長が危険にさらされている。救出は義務だ。だから頼む、ドアを開けてくれ。ヘラ、リブの輸送機の位置は？不明、センサー網がオフラインです。私が衛星を修理したら？はい、衛星1機分のセンサーパルスがあれば十分でしょう。それが初めの一歩だな。フューリー輸送機を視認、出発できるか？いいえ、放射線が検出されています。フューリー輸送機の操作権限はロックされています。放射線吸収フィールドを有効にしてください。吸収フィールドを起動する。長距離センサー、衛星位置特定、コース演算中。了解だ、船長を探そう。目的地選択。目的地センサーサテライト A2 スラスター点火準備。少しお待ちください。ヘラ、状況は？まずは衛星の修理、それから長距離センサーの復旧です。了解。ヘラ、妙な物体が衛星を覆っている。詳細不明、調査しますか？ああ、新しいログを立ち上げてくれ。わかりました。壊滅的な損害を受けようとレイバーユニットは機能の一部を維持するように設計されている。だがこのユニットは全ての内部機能を停止したようだ。外観アセスメント開始。物体表面の不均一な凹凸は自然の有機物である可能性が高い。この生態系に突如発生したことからも、あの未知の船舶が出現したことと関係はあるだろう。これ以上のデータ収集にはスキャナーを。スキャンデータ受信、スタンバイ。有機アミノ化合物、無傷のペプチド結合、ごくわずかな細胞活動、休眠状態の生体高分子、出どころは不明です。危険そうには見えないが、真空を生き延びたようには見えないし。脅威アセスメントを完了してください。物理的なコンタクトを測ってみてください。見た目は繊維質。私の外骨格に害はなさそうだ。触っても問題なさそうだ。接触を記録。サンプルの採取にはリアクティブカッターをお使いください。妙だな、今のを見たか？まるでリアクティブカッターに反発するような動きだった。はい、接触を記録。ということは
サンプルは調達できない。調査を完了しました。バイオマスの観察は全て未知の生物学的脅威として記録しています。了解だ。衛星が稼働するか試そう。メンテナンスハッチを見つけた。わかりました。電源セルが必要だ。電力でバイオマスが覚醒してる。ご注意ください。電力制御を切り替えてくれ。カッターでパネルを開き、電流制御できるようにしよう。衛星機能全復旧。ヘラ、長距離センサーでフューリー輸送機を探してくれ。わかりました。エコーワン、スキャナーがローズ船長のフューリー輸送機を発見しました。不明船から信号が出ています。了解。コース設定。はい、フューリー輸送機出発できます。目的地選択。目的地フューリー輸送機103スラスター点火準備。少しお待ちください。右舷に回る。特徴や何かマークがないか船体をスキャンしてくれ。わかりました。速度を低下させています。あれは何だ。船体にマークらしきものが見えます。止まってくれ。フューリーのスポットライトで調べよう。文字体系である可能性は。アトラス星間データベースに存在する基地の文字体系を相互参照しています。該当ありません。軸解析用の表を組んでくれ。先へ行こう。はい、入力後スラスターを再稼働します。目的地選択。障害物、
代替ルートを検索中。行き止まりか。スポットライトでヘラが移動するのを助けよう。よし、あそこは通れそうだ。ヘラ、確認できるか？わかりました。ルート検索中。完了。準備ができたら合図をください。目的地選択。接近警報、衝突します。設計を分析してくれ。間取り、構造などどこから来たのか特定するんだ。はい、お待ちください。当該船舶の構成はアトラスデータバンクにはありません。ですが、内部設計の要素は一部分。ヘラ、ヘラ、聞こえるか？あの船が通信を妨害してる。リブの信号はこの辺りからだ。周辺を調査しよう。